ことから一夜、16歳の夢はフリーの4分30秒に委ねられます。世界ジュニアチャンピオン羽生結弦。肩を水平にというおまじない。ツィゴイネルワイゼン。午後の練習ではこの曲かけ練習の中で4回転に成功しています。最初にその4回転トリプルトーループ3回転になりました。トリプルアクセル転倒してしまいましたね。トリプルフリップ環境にはない魅力のこのスピンです。トリプルルッツダブルトーループ。こういったバイオリンの曲を滑りたかったという羽生です。トリプルアクセル、ダブルトーループ、ダブルトーループ。トリプルルッツ、ダブルトーループ。トリプルループ。サルコの予定が最後のジャンプ。
ない未来、間違いなく日本を背負っていく選手になる羽生結弦、16歳の東京世界選手権へのチャレンジ、フリーの演技が終わりました。さて国分さん、ちょっと緊張感があったでしょうか、どう見えましたか。そうですね、この4分半という時間を羽生選手はどう感じているか、ただ他の選手とはにはないこの柔軟性のある演技ですからね、すごく魅力的だなと思いました。はい、優しい顔してるんですけども、攻めの姿勢は男らしいですよね。なるほど、本人は飛びたかった4回転のトーループ、3回転になりました。さあそして本田さん、はい、ジャンプその他にもちょっとミスがありましたけれども。そうですね、最初のトリプルアクセル非常に綺麗にランディングをしていたんですがね、ここでかかって少し抜けてしまいました ね、はい、実はロシアの大会でジャンプの飛びすぎというミスがありましたが、ちょっと気になるのは今回も同じコンビネーションジャンプが2つ入ってるんですね。そこは大丈夫ですね。ですか、はい、そしてトリプルの繰り返しもなかったので、大丈夫ですね、はい、さて荒川さん、はい、仙台の後輩に当たりますけれども、はい、今回のチャレンジ本人にとって大きな糧になると思います。そうですね、今シーズンから本格的にシニアに参戦してきて、ここでまた世界選手権の代表がかかったフリーということで、非常に気持ちの上でも狙いたいっていう気持ちが最初の4回転力みすぎたところに現れてしまいましたかね、はい、でその後立て直していったんですけれども、最後やはり緊張感からかスタミナが早く奪われてしまって、サルコージャンプ転倒という形もありました、はい、珍しい、失敗ではあるんですが、そういったあたりやはりスタミナを切らさずに最後まで力強く滑るということが男子では求められてきますから、はい、そういったあたりが課題ですけれども、やはりこれがいい経験になって次につながっていくと思います。そうですね、今シーズン間違いなく前半の主役の一人でした羽生結弦、これからまだ国際大会もあります。さあ羽生の演技が終わって、いよいよ残すは最終滑走織田信成だけとなりました。羽生が小塚を超えるまでは 172.99 というハイスコアが必要になります。そして高橋には 157.85 という得点が必要です。さてその羽生の得点は、フリーは 141.12、 技術点が 70.02、 構成点 72.10 という得点でした。 220.06 は3位です。小塚、高橋、羽生、そして最終滑走織田を迎えます。羽生結弦選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。惜しいジャンプもありましたが、精一杯の演技を見せてくれました。もっとやってやろうっていう気が強かったせいか、やっぱりそれが裏目に出てしまったっていうものは絶対あったと思うんですよね。だからそういう部分においてちょっと力が入りすぎてしまったり、タイミングを崩してしまったので、それが惜しかったんじゃないかなと思います。現在3位です。いかがでしょうか。結果どうのこうのじゃなくて、とにかく自分なりに悔しい演技だったんで、それを次の大会、そしてこのもっともっと後の大会でもミスのないようにしていきたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。